ロバート・ブラウン・パーカーはアメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の小説家。1973年、私立探偵スペンサーを主人公としたハードボイルド小説ゴッド・ウルフの行方で小説家デビューした。以後、スペンサーシリーズを中心にジェッシー・ストーンシリーズ、サニー、ランドルシリーズなどを発表した。 スペンサーシリーズ第4作目の約束の地でエドガー賞長編賞を受賞した。2002年同クラブが授与する巨匠賞,賞を受賞した。2010年1月18日、マサチューセッツ州ケンブリッジで心臓発作を起こし、休止した。日本では第7作初週で数多くのファンを獲得したと言われている。村上春樹もパーカーの愛読者であり、 そのエッセイの中で、日大卒の秘書に、パーカーの新作を朗読してもらうのが、夢と記している。スペンサーシリーズの日本語訳は長らく、菊池光が単独で手掛けていたが、菊池の没後、加賀山拓郎が引き継いだ。ありがとうございます。